ということで、今日はタクト君に来ていただきました。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、よろしタくお願いクトしま君、す。まず最初に簡単にはい。自己紹介をお願いします。はじめまして、三浦拓斗と言います。僕が大学3年生の時に、オーストラリアに行きまして、その時にしゅんさんと初めてお会いしたんですけれども、その留学がきっかけで、今、英語を使った、仕事に就くことができて、社会人1年目になります。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずタクト君、語学留学を決めた理由とか留学の目的って何かあったの？そうですね、一番最初はまず大学3年生まで英語の学科にいるのにもかかわらず、英語が全くできないという危機感から英語をやらないとやばいっていう、ただそれだけで親にお願いして留学に行ったっていうのが一番のきっかけです。ああ、はそっい。かそっか。恥ずかしながら。でもその時から、将来英語を使った仕事に就きたいと思ってたんですけど、ただその夢と現実の差のギャップがすごすぎて、それでちょっと挑戦してみようかなって思いました。あ、はそい。のさ、夢って何だったの？英語を使って仕事をしたいっていう。その時やったのは、今の仕事、職業の教員になる夢か、またその英語を使ったその通訳業だったりとかに就きたい気持ちはあったんですけど、まあ、レベルが高い、難しいっていうのも自分で分かっていたので、そこについていける自信がなかったっていうのが、その時の自分の気持ちでした。ああ、そっかそっか。じゃあ、まあはい。将来先生になるにしても、その通訳、はい。この通訳になるにしても、まあ、英語力が足りはい。ないっていう危機感から、そうですね。とりあえずその8はい。週間で英語力をできるだけ伸ばそうっていうことで、そうです。留学を決めたって感じか。恥ずかしながらそうですね。はい。OK, OK. じゃあ、そまあ、んそうないっ感じです。たはい。ところで、まあ、タクト君としては、まあ、短期留学期間中に英語力をできるだけ伸はい。ばしたいっていう目標をうん。持って、留学をね、現地でスタートしたと思うんだけど、オーストラリアで留学を始めてみて、なんかその英語力とか英会話力的に、なんか、苦労した点ってなかあった？いや、もうすべてにおいて。そうじゃないで。もう最初の2週間は絶望でしたね、僕あ、の。そうなんだ。本当に危機的状況の英語力だったんで、もう Google 翻訳調べてそのまま伝えるみたいな、最初の3日間は。でもどうしようもないな、みたいな。そもそも喋れないと生きていけない危機感から勉強するようになりました、最初は。留学行ってから。そうです。あ、そういうことか。留学にさ、行はく前のさ、英語力と英会話力ってさ、どのぐらいだったの？い。TOEIC で、何点だろうな、500いったか、そのぐらいですね。ああ、まあ、トイックの、そっか、受けてみたらそのぐらいの点数だったってことか。ただ、その会話力に関しては、正直、TOEIC は会話力なくても点数取れるので、本当にもう中学生の日常会話レベル。すぐ全然単語出てこないし、みたいな感じです。そっかそっか。じゃあ、なんかオンライン英会話とかで、なんか事前に喋る練習ちょっとしてたとかじゃなくて、全然してなかったって全状態。くもう勢いで、じそんなゃあ、感じです。なんか短期留学をさ、する前はさ、どういう心境だった？なんか不安が大きかった？それともなんああ、か、不安大きかったです。不安大きかった？生きていけるのかなっていう。留学経験というか、海外経験はさ、あったの？行く前に、海外に行ったことは。海外経験初めてです。あ、初めてか、それが。初めての海外で一人の留学っていう感じでした。じゃあ、まあもう本当にかなり不安な、行く直そう前ではすね。ね。飛行機の乗り方をめちゃくちゃインターネットで調べた覚えが まあります。あ海外だとね、ちょっと違ったりもするからね。そうですね。なんかもう間違ったらどうしようみたいな、めっちゃ不安でしたね。そっかそっか。語学学校に通ったと思うんだけど、まず語学学校で友達ってすぐできた。ラッキーなことに、僕、あっちで野球やってたんで、学校通うとき野球のバックショット行ってたんですよ。で、その野球好きな台湾の
子と、あとブラジルの子がいて、その子たちが話しかけてくれたおかげで、最初は、まあ、こう、僕の、あの、壊滅的な英語力の中でちょっと会話はできたんですけど、うん、じゃあ、ただ深い話できたかっていうと、全くもってできなかったですね。ああ、そうなんだ。じゃあ、その、語学学校の友達とのコミュニケーションも結構難しかった、苦戦したって感じ。ああ、すっごい難しかったです。ああ、そうなんだ。お互いに多分、まあ僕もそうですし、相手もそこまでっていう感じだったので、うん、もうジェスチャー使って、携帯使ってみたいな感じでしたね。はい。そっかそっか。じゃあ、でもなんかさ、友達を作るのに苦労したっていうよりは、もう実際喋れるっていうのはもうできたんだけど、はい、そっから深い会話をしたり、はい、コミュニケーションを取る難しさっていうのを感じたって感じか。そうですね。で、あの語学学校のさ授業ってさ、はい、あの何の授業を受けたら、はい、どんな授業を受けた？まず僕が、通ってたのが、はい、まあ、ラングポーツっていう語学学校なんですけど、うん、基本的に、確か月曜日、まあ、月曜日から金曜日までその全体の、うん、まあ、コミュニケーション、トータルでコミュニケーションの授業があるんですけど、セクションで、まあ、ライティング、スピーキング、リーディング、リスニングとか、うん、もう、選択じゃないかな、日にちごとによってあったりとか、あと自分で選択して、グラマーとカンバセーションとあとなんだっけ、うん、とかいろいろ選べるのもあったんですけど、うんうん、僕は一番印象に残っているのはあの会話の授業ですね。話すこと苦手だったんで、うんうんうん、カンバセーション取ったんですけど、うんうん、最初はすっごいその授業一番嫌だったんですけど結局はもうその授業が一番ためになりました。それなんでさ最初嫌だったの、その授業？僕が全く喋れないのにみんな喋れて全然話についていけないみたいな。ああ、そういうことね。はい。それでも自分ができないプラス理解できないのにみんな笑ってる、笑ってんのが、なんで笑ってんのみたいな。じゃあもう完全についていけないみたいな話に。あ、そうです、そうです。はい。じゃあ周りの人たちはさ、喋れたんだね。その英語結構。いや、結構これ日本人の悪いところだと思うんですけど、うん、あの日本人結構正しく言おうとするんで、僕もそうなんですけど、ビビって喋んなかったんですよ。あ、でもなんていうんですかね、南米だったりとか、うん、あの、まあ、あっちの国の人はどん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 間違っても自分で喋るんで、どん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 喋れるようになっていくんですよね、うんうんうん、でそれ見て僕もあこういう風にしないといけないのかなと思って、1週間目の時は全くできなかったんですけど、うんうん、2週間目からそれやるようになってからちょっとずつできるようになっていきました。あ、そっかそっか。じゃあ最初はあんま積極的に間違いを恐れて喋んなかったけど、周りの人たちがなんかすごい積極的に発言している姿を見て学んで、はい、で、まあ、自分も積極的に喋ろうっていうマインドセットになって、で2週間目からはどんどんバンバン喋っていった、はい、あ、そんな感じです。で、あのなんか喋るのに慣れていったというか、スピーキング力が上がっていったって。そうですね。なんか何スピーキング力っていうよりも、何よりも恥ずかしがらずに喋れるようになったのが大きいかもしれないです。あ、はい、あ、そっかそっか。間違いを恐れずに英語を喋るっていう、はい、その習慣をつけていけたっていうことか。はい、そうです。ああ、じゃあまあしたら、はい、まあそのね、なんかその周りのブラジル人とかさ、間違いを恐れない人たちをなんか目の当たりにできたっていうだけでも、なんかすごく、そうですね。うん、なんかなんだろうな、なんか日本で英語学習してたらあまりあの気づけないことがないです。はい、だからすごく一番、うん、なんかカルチャーショックじゃないんですけどなんかすごいなってすごい思いました。リスペクトしました、はい、あ、そういう姿勢がその人たちの、はい、そうです、うん、はい、その会話の授業で一番英語力も最終的にその8週間で伸びたなって感じなのか、あとなんか特にあのこの授業とかこれやっててなんか英語力伸びたなとかってなんかある、うん、あれば、僕がやってたのはその語学学校を通ってる間に、うん、僕野球もあっちでやってたんですけど、うんうん、学校で学んだ単語をネイティブに試してました。ああ、そうなんだ。要はその日学んだ単語をとりあえず言ってみて、あ、通じたら発音正しいとか、うんうんうん、通じなかったら発音が悪いとか、うんうん、なんかそこで試したり、テストじゃないですけどそこで試しながらできてるようになったのが一番大きかったかもしれないですね。学校で学んで試す場所があってみたいな、うん、あ、そういうことね。
じゃあ、まあ、語学学校の授業以外で、その英語力を伸ばすために取り組んだこととして、はい、まあ、一番大きかったのは、はい、その授業後にその野球に参加して、はい、で、そこでネイティブに学んだ英語を試すっていう、はい、使うっていうが一番大きかった。はい、それが、自分のスピーキング力での一番大きかった点で、うん、文法とかライティングに関しては、毎日日記書いてました。あ、自分で？日記あるかも。それ授業でさ、書きましょうみたいになったやつ、はい、じゃなくて自分で？僕は毎日自分で普通に書いてました。なんかもう壊滅的なですけど、なんかこんな感じで。あ、一日一日なんか今日あったことみたいな。一日一日今日あったこと書いたりとかで、こういう風な感じで語学学校の先生直してくれるんですよ。うん、あ、そうなんだ。ロザです。あ、そっかそっか。ロザが直してくれて、それでなんか、あ、こういうふうな表現あるんだっていうのを学んだり、あと単語は知らないの書いたりとか、これ見ながら外人というか、あのネイティブの野球のチームメイトに試してました。あ、そうなんだ。はい。じゃあなんかそういうさ、その語学学校の授業以外でも、なんかそういう努力をしてたってことだよね、はい、英語力を伸ばすために。いや、もうなんか喋れないと生きていけない危機感から勝手になんかそういうふうになってました。そうなんだ。そんな感じです。そっか。じゃあ、あれだよね。したら、まあ、その海外にさ、その英語を喋れないと、はい、コミュニケーションが取れないっていう環境に身を置いて、で、より、はい、その英語を勉強しなきゃっていう意識になったってことだよね。はい、そうですね。それが僕にとっては一番大きかったです。ああ、そうなんだ、はい。そっかそっか。いや、なんかそんな自分で日記書いて、なんか先生にフィードバックもらってとか。恥ずかしいですけど。いや、そこまで来たとは思わなかったからさ。そうですね、実は。そうなんだ。で、野球もさ、終わったと言ってとかでしょ。そうですね、野球。宿題もやって。はい。そんな感じです。で、土曜日が、毎日毎、月から水木金学校があって、うん、火曜日と金曜日と日曜日野球あったんですよ。うん、なので、土曜日が全く何もない日で、あ、その日にたくさん遊びましたね。あ、そうなんだ。毎週土曜日。その学校の友達とかと。あ、そうです、そうです、そうです。バーベキューしたりとか、海行ったりとか、なんかドライブしたりとかもしましたし。じゃあ、まあ、遊びをしてる中でも英語をずっと喋ってっていうところで。そうですね。基本的にはね。あと、まあ、一番大事なのは、まあ、こんな言い方したら失礼ですけど、うん、日本人同士絡まないこと。うんうんうん、あ、そこは意識してた。まあ、友達、日本人の友達もいたんですけど、うん、日本人だけで遊ばないようにしました。ああ、そういうことね。誰か混ぜて、はい、で、まあ、コミュニケーションが自然と英語になるってことか。そうそう。ああ、そうです、そうです。結構さ、なんかそのタクト君がなんでさ、その短期留学でさ、実際トイックのテストの点数、はい、もうすごい伸びたじゃん。はい、伸びました。そう。で、どんぐらい伸びたの、タクト君。260点。くらいです、確か。じゃあ、そう。で、なんでさ、そんなタクト君さ、8週間でさ、そんな伸びたのかなって、はい、すごい興味あったんだけど、まあでも、はい、やっぱり、なんだろうな、その学校で学んだことを学校の外で練習したりとか、実際にすぐ使ってみるってところで、はい、まあ多分そのね、はい、学んだ英語が、多分すぐ自分のものになったというかさ、うん、そうですね。うん、学んで使ってっていうので、どんどん効率的に学んだことを自分の英語力にしていって、はい、はい、いうのと、あと本当授業以外でも自分で日記書いたり、でそれを先生に添削してもらったりとか、うん、そういう工夫したり、あとは友達と遊んでる時も、まあ、日本人だけで群れないで、はい、日本人がいたとしても、そうですね、海外の人をなんかその入れて、はい、で自然と英語でのコミュニケーションを取るっていう環境づくりをしてたってことだよね。そうですね、ちょっとそこは意識してました。で、まあ短期留学終わって日本に帰国したと思うんだけどさ、でタック君はさ、はい、その帰国後もさ、
英語学習をさ、はい、継続したじゃん。しました。なんでさ、あ、なんでというか、まあね、さっき言ってたみたいに、その先生になるとかさ、はい、通訳になるとかって夢があったって言ってたけど、はい、その留学を終えてみてさ、はい、で、はい、改めてその英語をなんか継続する理由っていうのはさ、何だったの、はい、なんでその。これは正直あの夢とか全く関係ないんですけど、あの喋れるようになったら楽しいっていう、ただそれだけです。あ、そうなんだ。はい、なんか何事もそうだと思うんですけど、あのできるようになったら人間多分楽しいし自信つくんで、はい、なんかもっとやろうってなんかよく出ると思うんですよね。あ、僕もシンプルにただそれで、うんうんうん、あ、もっとやったら、もっとできるようになったら、もっと楽しいのかなっていう、うん、なんかただそれだけでした。いや、それこそあの僕が留学した時、しゅんさんと一緒にあのサウスバンクのあのバーみたいなところか。はい。いや、それでお話聞いた時に、いや、海外で働くってこんなに幸せなんだなっていう、もうそれが印象残ってて、で、ちょっとできるようになったら、あ、もっと話せるようになったら、しゅんさんみたいに海外で働けるのかなっていう勝手な欲。いやいやいや。なんかそういうのもあって、なんか楽しいなっていうふうに思いました。ああ、そっかそっか。じゃあさ、はい、で、帰国して、まあ、はい、そうやって英語学習のモチベーションがさ、短期留学で上がった。で、はい、IELTS 勉強したじゃん。はい、しました。で、なんでさ、IELTS を勉強したん？一番はその勉強する中で、あの、日本で勉強するってなったら、やっぱり周りが日本語なんで、うんうん、なんか目標があった方が頑張れるというか、最初留学帰ってきた時に何か目標がないのに英語を、まあ、楽しい頑張ろうっていうのはいいんですけど、じゃあ喋れるようになった先は何なのかっていう時期に突入したのがあって、うん、1ヶ月ぐらい経った時に、うん、でその時にちょうど大学3年生で、うん、まあ、来年その大学4年生で就職なのかっていう話になった時に、その自分の将来考えたときに、あ、海外の大学院に行って勉強したいなっていう風になったので、うんうん、そこでじゃあ IELTS で勉強しようかなっていう風になりました。ああ、そういうことか。大学院を目指そうっていう、はい、あの目標が、まあ、決まってというか、はい、そこが目標ができて、そうです、そうです、それをそこからですためには IELTS の点数が必要だから。あ、そうです。だから、まあ、とりあえずは IELTS を勉強しようっていうことか。はい、そうです。はい、じゃあ、それで、まあ、IELTS 勉強してってさ、で、まあ、見事にさ、はい、あの海外のさ、大学に進学できるさ、点数取れたわけじゃん、見事にね。はい、ギリギリですけど。え、それさ、帰国してからさ、どのぐらいかかったの？どのぐらいの期間置いて、そのぐらいの点数取れたの？ 1 年経ってない？経ってないです。すごくない？結構早いよ、ね、なかったと思います。俺もなんか前さ、はい、YouTube でさ動画出したんだけど、まあ、そのぐらいのレベルになるのに2年かかりましたって動画出したから。そうでも、うん、まあ、そうで俺はカナダにさ3週間だけさ、ああ留学に一応行ったんだけど、まあ、俺の場合は、はい、その留学期間中には英語力はもちろん全然伸びなくて、短期留学の経験がその後の、うん、あの帰国後の英語学習にはすごいプラスに働いたんだけどさ、はい、そう、ただタクト君の場合はその短期留学中にも英語力が伸びたじゃん、なんかすごいいろいろやって、そうですね、はい、少しは、はい、伸びたと思います。そうで、伸びたのプラス短期留学で、まあ、英語学習に対するもっと喋りたいっていうモチベーションも上がり、はい、で帰国した後にその大学に行きたいって目標を見つけて、ね、勉強継続して、でその英語力を達成できたってことは、じゃあもしかしたら、はい、なんかその短期留学 8週間か行ったことがさ、はい、なんかその帰国後の英語力の伸びをなんかすごい加速させたのかなっていうふうには、はい、いや絶対そうです。僕あの留学行ってなかったら絶対あの今英語やってないです。そうなんだ。